角田は予選前唯一のドライコンディションとなった金曜日の FP2 で7番手と好タイムをマーク。予選、決勝に向けて大いに期待が高まった。その角田は予選 Q1 を12番手で通過したが、チームメートのダニエル・リカルドは16番手で Q1 敗退。続く Q2 で角田は1分10秒955と首位ランドノリス。マクラーレン。 から0.459秒差というまずまずのタイムを記録したもののこの Q2 は大接戦13番手で急に敗退となった予選後に角田は記者団の取材に応じ FP2 と比べてペースが足りなかったと語った理由はとにかく FP2 に比べてペースがかなり足りなかったんですそう角田は語った Q2 には楽に進めると思っていたんですが その Q1 でもかなり苦戦してしまいました何が原因かは分かりません路面が雨が降ったことでリセットされたことがかなり影響したのか分からないんですが FP2 と比べると状況が少し違っていました FP2 はかなり良かったので路面の状態が関係しているのかそれとも FP2 での燃料搭載量が少なかったのか分からないです 僕らがペースを落としてしまっただけ、ライバルチームが僕らに比べてステップアップしたということです。僕らは間違いなく、それを修正し、答えを出さなければいけません。角の曰く、予選で走り出した時のマシンバランス自体も、FP2 とは異なっていたという。予選で走り始めた時のバランス自体が、FP2 などに比べて少し違っていたんです。ですから、 セッションに適応させるために予選を通じてかなり調整する必要がありました。でも、9通最後の走行ではマシンはかなり良いフィーリングでした。だから純粋にマシンのペースが不足していたんだと思います。オランダ GP の舞台であるザントフールトサーキットは狭くツイスティーなコースレイアウトであるためオーバーテイクは簡単ではない。角田は決勝でポジションを上げていくためには。 戦略が重要になると考えている。ここ数日、天候はかなり不安定みたいです。去年はレースの途中で突然雨が降ったりしました。何が起きてもおかしくありません。ベストを尽くしますが、オーバーテイクは確かに難しいでしょう。それと同時に、タイヤのデグラデーション、性能劣化、も大きくなると思います。ですから、戦略が鍵になることは間違いありません。